アーリー、お前も食材した方がいいんじゃね手伝ってやろうかアカリー、闇とつるむなんて古いって。新しい技を見つけな。はぁ、あ、カイサ、お前のこと見てるだけでヘトヘトになっちまう。よう、サラ、相変わらず何にでも噛みついてんのか今回は逃げねえんだな、ニーコ。へぇ、ぶん勇敢なこった。センサーがバグってんの、オリアナ。俺がハンサムすぎるせセナ、恋愛の悩みがあるって 考えすぎずに、付き合ってみな。セラフィン、ハグはなし。なしだってお前がいるんじゃ、ファーストスターもセカンドスターに格下げだな。これって本気の戦いかぜそれとも、イチャイチャするだけベイビー。俺がお前のこと好きな理由知ってるかちょっといい子で、ちょっと悪い子で、その上ちょっといい子だからさ。やあ、ぞい超でっかいお前を、超ちっこい俺が倒した時のこと、覚えてっか悪くなかったぜ、アーリー。 俺とザヤをがっかりさせたことを除けばな。ああ、ラーメン以外のことも考えた方がいいぜ、アカリ。ファーストスターのファーストキルもう帰っていい勉強ばっかしてるからだぜ。カイサ、一度死んでみるとあんまりカッカしなくなる。サラ、そのうちわかる。これで本当の死がどんなもんかわかったろニーコ。うわ、まだなんかチクタク聞こえる。変なのでかい銃もこの筋肉には勝てねえよ、せえな。<laughs> セラフィン、カラオケには興味ねえって言ったよな。なのにお前は聞かなかった。俺は闇落ちなんかしてねえ。お前にイラッとしただけだ。俺の髪型の方がよっぽど丈夫だな。なんだよ。せっかくぶっ壊したってのに、ザヤが見てなかったじゃねえか。光の奴らも闇の奴らも、なんかをぶっ壊すのは好きだろえお前の巣先に言って、リク。ベイビー。 俺たちにはハッピーエンドってないのかもな。俺のことを、まだ愛してるだろザヤ。だよな。お前のために誰かが犠牲になるなんて思うなよ、ゾーイ。本当にキスしてくれ。哀れだね。それより、おめでとうのキスはいい奴に戻ったってのに、まだ殺さなきゃなんねえのかほ。今のはちょっとドキドキしたぜ。お前に俺は眩しすぎたな。今のがお前の最高のプラン あらあら。リク、そりゃ気が早えだろう。た自業自得だな、はあ。いや、リク。今回は決め台詞はなしだ。やってるの見ると興奮するぜ。あいつら、やられて当然だよな。今の俺今の見てた <laughs> すごかったなあいつら、お前の相手じゃなかったな。なんであんな簡単にやられんださすが俺のハニーだぜ。これを見るたび興奮するぜ。こいつら、本気出してたのか俺も。 結構いけるだろはははどうだふぅ全部やってやったぜこの俺、ラカン様がな混沌の怪物ってのはどいつもいけてねえなバロンはっ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 リーク、星のおやつってのを買ってきたぞ食ってみなあおい髪には吐くなって殺すつもりはねえけど。 やってもいいんだぜ。メイドの土産さ。何をアホくせ。キスしてくれ、ハニー。てめえを倒すのは俺じゃねえ。ザーヤさん。ん最高の気分だぜ。お前はどうだリク。おい、見せつけすぎんなって。はははハ、リクがあくびするなんて。お前よっぽどだぜ。はプランわかったよ、ベイビー。なら。 気分良くなれる方法があるぜ。闇をぶっ潰せリクに先陣を切らせる。いきなり闇落ちとかすんなよ。いつも失敗してねえかおいおい、ザーヤー。そう。だからお前には俺が必要なんだぜ。食材したってお前がつまんねえのは同じだよ。さっさと終わらせようぜ。ラーメンが伸びちまう。ダセえのが来た。<っ>そりゃ言い過ぎだぜ、リク。俺たちはもういい奴なんだから。いいか、ガーディアン。闇の相手をすんのは俺の仕事だ。 お前の仕事は、俺の活かした姿を眺めることと、リクがヘアジェルを切らさないように気をつけること。相手はスターガーディアンかへっ、<laughs> あいつらゲーセンで俺のスコアを抜けないからって切れてるだけだろ。絶対無理だしな。準備いいかプランがあるんだ。最高のな。なあ、うまくいくと思うか今度は宇宙を救うってことでいいんだよな。はあ、またファーストスタート。 あれ何すんだっけは人前任に戻れて嬉しいぜリク、今回はお前が戦えば <laughs> まさかあの輝けるスターガーディアン、ラカン様が帰ってきたのそうだぜ愛の力のおかげでなリク、行くぞ邪悪な闇と戦いになおいおい やけに張り切ってる奴がいるみてえだが、スポットライトは俺のもんだぜ。はは、そうそう。スターガーディアンをイラつかせて、時間があったら闇と戦うんだったな。<laughs> 遅れてくんのがかっこいいと思ってる奴っているだろでも、俺は元からかっこいいし、遅れてくる。いけてんだろみんな、たまには羽目を外すべきだぜ。その方が肌にもいいしな。もう絶対にファーストスターを裏切りはしねえ。そう 二度とないい奴ってのは自分をごまかして生きてるって俺がそう言ったのかさすが俺ユーモアのセンス最高だなえ、何最高に輝いてる一番デンジャラスなスターガーディアンは誰かってそれはもちろんこの俺ラカン様だろ闇の王子から銀河の救世主まで俺って演技の幅が広いザヤと俺のおかげで、償いはダサいことじゃなくなったんだぜ 闇が俺に与えたものは、汚れと混沌だけだった。けど、スターガーディアンは、ま、ラーメンおごってくれたな。よく言われるんだよな。おい、また寝返ったのかって。俺の返事はいつもこうだ。誰あんたなあ、リク。俺は冗談ばっか言ってるけど、お前がいなけりゃ、俺はダメなんだ。<laughs> 闇なんか待たせとけって。俺腹減っちまって。すぐ戻るいや、すぐじゃないかもとにかくお疲れ先にやっててファーストスターの名にかけてお,おっと、ちょっと噛み直してこねえと。おっと、羽の手入れしなくちゃ手がかかんだよな <laughs> 星を守らねえとなリクいい脱出するぞはぁ、慣れねえなこの感覚。なんか忘れてる気がすんなああ、そうそう。死んじゃいけねえんだった。いいか俺は何度でも戻ってくる。 ザヤがやめろって言うまでな。今度こそ、もっといい奴になる。言葉にすんのって案外難しいな。リク、危ねえ時は言ってくれって。わあ、この新しいヘアクリーム、髪が生き返ったみて。言ったろ俺たちはいつも一緒だ。<laughs> 死ぬのは初めてじゃねえし。やるじゃねえか。ま、ラカン様が一緒だったおかげだな。 また世界を救っちまったな、ラーカン。イエーイイエーイ俺なしでもいけたんじゃねこれが成長ってやつだな。お前が倒したの俺じゃなくてははは手伝ってくれそこはやばいやばいって悪者はどこ行った俺抜きで始めんなよ呼んだかお前にもスポットライトだ応援いるだろほら頑張んなは願いをかけなカズミックストライクサインはなしだぜ 最高のチョコレートを最高のラッピングで頼むぜ。それと、ここからが大切なんだけど、最高に値引きしておいてくれ。リク、クーポンあるこいつにプレゼントを探してるんだけど、なんかいいもんあるファーストスターはまだ俺のこと気に入ってるみていだな。ラカン、お前ってハンサムで天才。惚れ惚れするぜ。なんだああ、俺が強くなっただけか。まだまだいけるぜ。よっしゃ ショーの始まりだぜ俺は根に持たねえリクに感謝しななんだよ助かるだろナいだ、ベイビーさあ、飛んでけ俺より目立つんじゃねえはあは <laughs> <laughs> くそまたか <laughs> 必ず、戻ってくるザヤ ハニー、身長ってなんだはは <laughs> こいつは面白くなってきやがったなんでもさ俺ってすげえ心配すんな俺様は死ぬにはいい男すぎるぜそうチョコレート麺でチョコレート麺だー全然でも問題ねお前にも教えないそれがこの考えのすげえところだだなそそるぜ冷てえな死んじゃダメだよなはぁ <laughs> だろうなおっぱしめるぜあぁ 俺って最高俺はいつでもそれどころだぜああ、いや、なんとかするあ,あメモしとこあーあ、あ俺をなめんなそんなのあったっけ何か言いたくなっただけかっこー誰も俺様に指図はさせねえはっ乗らなきゃ俺じゃねえだろそんなの誰にわかるんだ知ってるさ。活かしてるぜ。なら任せとけって。あまり無理はすんなよ。そんなことは、ええー。 なこのマンと生かすだろ俺らがイチャついてたあの星お前とイチャイチャできるなら、どこへでも俺を見てくれさっきのことか何にも。考えるなんてごめんだね。うえ考えるだあどういうこと何でもねあ、なんか言ったああ。毎日でも聞くさ。なんだよ、映れねえなあ。あそうだな。ああ。もちろん。お前ほどじゃないけどね。ちょっと新しい俺って感じどうよ。結婚してくれ俺はいつだって行けるぜ。 ベイビーそりゃないぜそうそう俺、ちっちゃい車輪がついてるやつ欲しいんだよな愛してる。ヘイヘイ、ある気がしなくもないかもちょっとは休めよ、ハニー。一人で抱え込みすぎだぜ。そいつは、ロマンチックだな。わかった作ってくれ心の声に従うまでさ、俺の一生の一日一日、すべてがね。いや、ラッキーなのは俺の方さ。俺はそれで構わないぜ。えっと、なんだったかな 離れ離れになんてならないぞ。もお、マジかよほんのちょっとね。も、もちろんお前のことを言ってたんだよ、ハニー。もう二回も死んだんだぜ。これ以上死ぬわけねえって。リク、お前はいつだって俺の味方でいてくれる。愛を疑っちゃいけないぜ。特に、俺に対するザヤの愛はな。はあ全人でいるのって意外とカオスだな。はああザヤの好みはいいやつだけど悪で。 でも本当はいいやつだ。みんな復活劇は大好きだろまあお前はそうだろうな。なんで今口の中にチョコレートがねえんだまさに波乱万丈だよな、リク。うん、償いのせいでピーナッツアレルギーになったかもしれねえ。闇の中じゃ自撮りできねえんだぜ。善と悪。二つで一つだ。トワイライトスターは恨んでんのか闇も光も関係ねえ。俺はいつだって輝いてるからな。世界を救う ダサい奴らも全員だまだ邪念が残ってるかってははは、<laughs> それは内緒だ。待てよ。俺って誕生日も再誕生日も両方あんのかおい、誰にだってエモい時期はあるだろおっと 復活してから喧嘩っぱよくなったんじゃねえのリク。ファーストスターもトワイライトスターもどっちもどっちだぜ。また新しいヘアサロン探さねえと。俺はよみがえりしスターだぜ、ベイビーフォーイエイラカンんなあ,あ、いい響きの名前だろ今の流行りはいいやつだって知らねえのかもし俺が死んだら、どうする愛してるって言ったっけ俺たちの愛が俺をよみがえらせた。 そうだろこの戦いが終わったら、俺はラーカン様だ空を見て。ザヤ、ちょっと問題が。なあ、ザヤ。その、お前が足に履いてるやつ結婚してくれるか今日。大丈夫だよな。一休みしねえかザヤ、知ってるかなんて素敵で美しいんだ。今日はどのくらい俺のこと好きなあ、ハニー。俺を好きなのは俺が美しいからそれともセクシーだから技術のクラスにいたあいつら、 俺らが死んだこと知ってんのかなありがとうよ。俺たち、どこに向かってるんだなんで結婚してくれないんだよ。大丈夫かプランがうまくいくかどうやってわかるんだ俺が何食いていかわかる今の良かっただろさあ、行くぜラカン様の大出ましだこれ、いつまで続くんだ<あ>てめえを倒すのは俺じゃねえ。ザヤさん。そうだろ、ハニーすぐ戻るあいつらに俺のダンスを見せてやろうかひとまり行くか 見たあいつらのファッションセンスもし俺がいなくなったらどうする俺のこと考えてたお前ってすごい偉そうなオーラがあるよな。いい考えがあるうおーゴージャスな美女を発見俺に任せとけザヤ俺ってイケてる俺は控えめな男さかっこーかっこー あいつら、ぶち飲みしてやる俺が間抜け野郎をぶち飲みすの好きだろ何しをすればいいこの後どうする今の最高だったぜハニーこっちは戦闘中今伸びた今俺が殴ったの誰俺がやる援護するぜイけてねえ奴ばっかりだ反撃させた方がいいかな誰か生かしとくれ腹減ってないこれがプランだよなすぐ終わらせるぜデートに遅れちまうからな俺に惚れんなよお前が俺の相手おいおいここが、 お前の墓場だ。ふうやスターマニアよ永遠に気をつけな俺はワルだったんだ俺とやるってのマジで光からは逃げらんねえよリクぶっこじゃなくてぶん殴れはぁ、あ、わかったよ。なにお楽しみ中で聞こえねえやれてる俺もあああれは最高だったなもちろんさ見えるわ忘れねえようにな喜んでで、でも 飯は大事だろそ見はダメだぜ、ハニー無理戦闘中ずいぶん前だな